行きますか。こんにちは、トンでございます。ということで今回なんですけれども、新しいカメラをね、ちょっと手に入れましたので、その、カメラをね紹介したいぞということで、皆さんですね、釣りをされていてちょっとね動画でも撮ってみたいなと思われた方いらっしゃらないですかね。ちょっと YouTube 軽くでいいからね始めてみたいなみたいな感じで、よく質問をいただくんですけど、どういった撮影方法でどういったアイテムを使ってるのかっていうのをね、今日はご紹介しようかなっていうことで、新しいねカメラ、まあサブ機にはなるんですけれども、かなりですねスペックが高いカメラですので、普通にねメインの、カメラとしてもね、使えるかなと思います。でもね、価格がですね、GoPro の約半額ぐらいで、手に入りますので、そのねカメラを今日はちょっと紹介したいと思います。さあ、普段僕がねどういう風に YouTube 撮影してるかっていうのを、ちょっとお見せするとですね、この全体を撮ってるカメラがあってですね、これ、普通のね、GoPro のあれですね、三脚ですね。だから風が吹いたらパターンで倒れると、そういった代物です。でもう何回かこけてねレンズバキバキに割ったりしてるんですけどね、もう消耗品ですよね。で今ですねそれに、ちょっとこらえてですね、このスポンジのカバー、これをね、かぶせるようにしております。でこれが、全体撮ってる GoPro と、あとねこいつ、この GoPro はね頭につけるやつなんですよ。こういう感じでクリップでサンバイザーに挟むみたいな、そういう感じでねいつもね撮影してるんですよね。でこのアガサのブレイブエイト、何がいいかっていうとですね、この GoPro のこの取り付けのところ分かりますかね、これとね一緒なんですよ。だからね、GoPro のアクセサリーがそのまま使えるんですよ。それがね非常に便利なところで、僕がね水中撮影やってるのがねこのタモなんですけど、このタモの先端分かります？ここに、カメラをつけて、タモを伸ばして水中を撮影するんですけど、これもね GoPro とこのアカソのブレイブ8、取り付け部が共通なので、一緒に使えますよっていうことですね。それが非常にねメリットがあります。でこれが、水中撮影用のねカバー、これですね。そんな感じでね、磯の方の撮影をしております。さあこれがですね、普段いつも僕が撮影で使っている GoPro ですね、頭につけてる GoPro、 GoPro 9ですね。で全体撮ってたり、手持ちで撮ったりするカメラももう一台あるんですけど、それは GoPro のね10を使ってます。そしてねこれが今回ねご紹介したいカメラなんですよ。アカソっていうメーカーのブレイブ8、こちらです。ちっちゃいでしょう。これ GoPro と比べたらほら分かります？ GoPro のね9よりもちっちゃいんですよ。ということは頭につけてもコンパクトっていうことでね、体につけて、釣りを撮影するようなアクションカメラとしてはすごいいいんじゃないかなと思います。性能的にもねかなり、高スペックっていうことで、 GoPro9 にも引けを取らないようなそういうスペックを持ったカメラです。さあブレイブ8のね中をちょっと見てみましょうか。GoPro と違ってねすごい助かるのがね、このアクセサリーがねいろいろついてるんですよ。だからカメラ本体とバッテリーもね2個ついてるしね、そう何よりもねこういう、これリモコンなんですけど、ほらこれでねカメラのオンオフができるんですよ。このリモコンもついてるし、あとねこういういろんなキットがねついてるのがすごい助かる。ほら GoPro やったらねこれ全部別売りですからね、こういうマウントのキットとかね。
あとね、充電器もついてるし、そう、バッテリーが2個ついてると、そういう感じですね。防水カバーなんですけどね、もうここにちゃんとアカソって入ってますね。でこういう感じで入れて、ここでロックすると、こういう感じですね。こういう感じでやれば、水中撮影もできますよっていうことで、一回ねやってみましょうか。はい、その紹介です。ここはですね、船長曰く平場って言っとったかな。向こうが高場って言ってました。高場と、平場っていうことで、船長言われてましたね。でね、ここに、船が着きました。ここが船着き、かなりね、高い磯なんですけど、ここあそこが船着きで、ここに爆艦を構えてます。そのままね、地続きで行こうと思ったら、あのチョボら辺まで行けるんですけどね、さすがにね、行き来が真夏やし、えらいなということで、この真ん中のここにね、釣り竿を構えました。まあ、どんなところか全然わかんないんでね、水深もわからんし、ただ、ここが湾のになってるような、そういう感じなんですよ。ということで、潮はね、あまり動かないと思います。で、まあ、夏といってね、お腹ぐらい狙い本当はしたいんですけど、まあ、この磯ではできなさそうなので、とりあえずね、口太に照準を当てていくことになると思います。ということでね、やっていきましょうか。平場、やっぱり初めての磯はなんかドキドキと楽しみがあるな。こう何もわからないんでね、水深も何が食ってくるか、どこがポイントかも。ということでやっていきましょう。大座浦平場大東、よろしくお願いします。まずはこのワンドの真ん中ら辺ですね。真ん中ら辺緩やかに右に流れてますね。右沖って感じ。多分これ A 潮やと思うんですけどね、ワンドからこう前に出るような、そういう潮ですね。浮きの方が釣り券ゼクトアルファ01、浮き止めつけてるんですけど、おそらく沈んでいくと思います。ハリスにガンダムは売ってません。重り的なものはウェイトスイベルのマイナス G8 のみ。あとは針と、差し絵ですね。こういった感じのノーガンでまずはスタート。そう、この浮きごと沈ませるね、仕掛けってできたらね、僕浮きで当たり取りたいタイプなんで、あんまやらないですけどね。今日逆光なんですよね、思いっきり。でどうせ浮き見えへんしね、
棚もわからんしね、入れ込む仕掛けの方がやりやすいかなと思ってね、浮き輪01をチョイスしました。まあ1投目からね魚が釣れる、お釣れるほど甘くないと思ったらいきなりライン走りましたわ。ファーストヒット誰ですか？グレア、かわいい、めちゃめちゃかわいい。コッパオナガ、コッパオナガです。綺麗、かわいい。体があったかいですわ。グレ、バイバイ。さあ長らく休憩してましたけどね、スタートしたいと思います。仕掛け変えました。浮きの方が釣り券エイジア B、 これでね、いつものゼクトの B でやるような感じの、重りを打ってですね、どうなるか、浮きの姿勢がどうなるかですね、ちょっと試してみたいことがあるんでね、これでやってみます。浮きの方エイジアの B に変えて、でハリスをねちょっと上げました。バリバスハードトップティアリックス2号、で針の方が TKO の5号、これをね今結んで、浮き下を3キロ半4キロぐらいかな、4キロぐらいのところに浮きを、違うわ、4キロぐらいのところに浮き止めをねつけてみました。ということでね、初めて使いますエイジア、これの、B でね、いつものゼクトでやるようなそういう釣りが成立するかどうかですね、それの今テストです。エイジアのマスターピースはね何回か使ってるんですけどね、このエイジアの B っていうのはね、お初になります。ということでやっていきましょう。4キロから馴染んでね、仕掛けが入っていくようなそういうセッティングです。重りの方が、お、なんか食ったな、早い、馴染む前に食った。コッパオナガでしょう。はい、コッパオナガよ、飛んできた。ほい、ごめん、飲んどるわ、かなり早く食っとったなお前。バイバイ。馴染んでるんですけどね、ちょっと浮きがゼクトよりもやっぱ入りすぎるな。浮きの形状的にもちょっと想像しとったんですけど、やっぱりゼクトよりもエイジアの方が入りますね。でもゼクト同様、表層っていうか水面下っていうか、ちょっとホバリングしている状態でね、沈もう沈もうっていう重りに対してですね、浮きが沈みたくないよってね、ちょっとホバリングするんですよ、いや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 するんですよ。その姿勢はねゼクトの B と一緒ですね。ただ予浮力に関しての沈み方っていうのがちょっとゼクトよりもエイジアの方が早い気がするな。まあ、何が違うかって言われるとですね、そのホバリングさせてる状態で食わしたいんですよ。だから浮き沈んでったらもう糸で当たり取るしかないじゃないですか。でもホバリングしてたらね、浮きで当たり取れるんですよ。だ、沈むんやけどちょっと沈みたくないよって、こうなんていうかね、水面下で粘ってくれるっていうんですかね、その間っていうのは浮きで当たりが取れるんで、浮きで当たりが取れる時間が長いのがこの浮きですね。なんじゃこれ、めちゃくちゃ強かった今。誰やこんな初速の速いやつ。あかあかあか、キワ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 、うわこれバラすやつちゃうんか。めちゃめちゃスピードあるぞ。アイゴかこれ、こんな走る、こんな突っ込む、
叩き出した、叩き出した、様子がおかしい、怪しくなってきた、怪しくなってきたぞ。スマートな引きやったのに、コン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 言うてます。はい、愛子姉さんです。もうタモ入れんの嫌や。ちょっとイチゴの竿やけどぶっこ抜きます。よいしょ、はい、めちゃめちゃ大量発生してるでしょう。愛子姉さんです。今回はですね、撮影機材を紹介するっていう、そういう動画ですので、まあ本当言うとね、でかいグレ釣りたかったんですけどね、釣れやんかったわ。波に流されたな。沖磯行きたかったけど。というわけでですね、アカソというメーカーのブレイブエイト、概要欄の方にね貼っておきますんで、もし興味のある方はそちらを覗いてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではバイバイ。To rise from the ashes.